まだ他に神はないということ、アンニーラスルマ、そして私がアンナーの人であるということ、アンナーの他に神はない、そのイスラムでは当たり前のことですけども、そこで言う神ってどんなものでしょう。日本では、猫も杓子も十子一からげ、みんなちょっと優れた能力があるとみんな神様に、祭り上げられてしまいますけども、そういった神のことを言うのかというか、その日本語で神というとそれほどいわば軽い存在なんですね。まあ、あえて直訳的に神としてますが、日本語で神といっても全然重みを持った存在ではないのが現実なところです。確かに日本人は日本で生まれ育った人間としての一人として勝手な偏見に満ちたものとして聞いていただければいいですけども、感じるところを言えば信仰心を持たない人たちではないと思います。とても宗教熱心な人たちです。日本の人たちというのは、宗教アレルギーを持ちつつもその何か特定の 宗教団体なり宗教に、縛られるのを嫌がったり、所属するのを嫌がったりする傾向はありますが、歴史的にもまた現代社会でもとても宗教熱心な人、その彼ら自覚はたとえなくてもですね、自覚はたとえなくてもとても宗教熱心な人たちだと思います。信仰深い人たちだと。それはいろんなところに、にじみ出ていて、そのいろんな宗教的な習慣が残っているのがその証拠、何よりの証拠ですよね。ですから、公 その公的な学校とかでは憲法ではまず信教の自由が謳われていて、どんな宗教活動をしてもいいはずなんですけども、公的な学校とかでは何か特定 その宗教行為をしてはならないとか言われたりしますが、でも、日本でとてもその大衆的な人気を誇る歌舞伎役者さんですとか、とかは必ずその舞台に立つ前に神棚に手をその祈るようですね。そうですし、そのさまざまなところでその正月の祝い事から始まって宗教的な習慣というのが色濃く残っています。それらをみんな決してその咎めるようなことはしないというので、じゃあどんな言い方をすればラ・イラハ・インランマーの意味が本当に、深く感じられるのか、いろいろと考えた挙句、その私が一番わかりやすいかなと自分なりに思っているのが頼みです。アンダーの他に頼みなし、アンダーの他に頼れるものなし、いろんな人がいろんなものを頼みとして頼りになるものとして生きています。若い頃の自分で言えば、例えば何ですか、彼女が一番ですとか、会社に勤めてからはその会社が仕事が一番ですとか、自分の夢志が一番ですとか、お金稼ぐのに忙しい人はお金が一番ですとか、いろんなものがあるでしょう。それぞれの人がそれぞれのさまざまなものを大事にして別の言い方をすれば大事なものと言ってもいいかもしれません。大事にして生きています。それら一つ一つがいわば神なんです。いいですか。一つ一つが自分が大事にしているもの、それが小さなスモールドットなんですね。そういったものが人によって違いますけども、心の中で占める割合が大きくなればなるほど、その小さな神様が本当に、力を持ってきて、その人にとって全てとなり、その人はいわば自分では気づいていないかもしれないけども、奴隷と同じような状態になって、その人気づいていたら、その人はそのもののために生きているといったことになるわけですね。それを一切合切否定して、
そんなものは作られたものに過ぎないから、本当に力を持っているわけではない。本当に唯一の、本物の力を持っている唯一のお方に従うべきだと諭してくれるのが、イスラムでいう、ラーイナーハインナーマーだというわけです。で、ムスリムの血が流されることは決して許されるものではありません。何を除いて、除いてはと言っているでしょうか。三つの事柄に該当する以外は許されませんと教えてくれています。その三つとは何か。アッタイブザーニ。アッタイブザーニ。アッタイブというのは結婚したことのある人のことを言います。結婚したことのある人のことを言います。男性系列国では書かれてますけども、もちろん女性も当てはまりますね。特にその、ジナーという滞在、いわば姦淫です。結婚外の性交渉を犯したときに、実際に、ま、結婚しているか、あるいはすでに昔の話で今は離婚してしまっているかは関係なく、結婚経験のある人のことをサイユと言います。そうした人がザーニーになった。そのジナーという、姦淫という罪を犯した。そうした場合、どうしてこれが滞在とされるのか。大きな罪、死にも値する大きな罪とされる。そのいわばこうした人に対する、なんですか、刑罰というのはハッド刑の一つで、石打ちです。死に至るまでの石打ち、とても厳しいものです。どうしてそこまでなるのかというと、その結婚という恵みを与えられておきながら、なおかつジナーというその婚外交渉という愚かしいことを犯したからなわけですね。結婚した人は誰であれ、その自分にとって男性であれば奥さんというものがどんなに大事で尊い存在か身に染みて知るように、理解するようになるはずです。なります。女性であれば自分にとって夫という存在がどんなに大切で尊いものか身に染みて分かるようになるはずです。そうでありながら、なおかつ結婚という聖なる契約の外で、関係を持つようになるというのは、つまりそれはいわば別の人にとっての夫や別の人にとっての妻の権利を犯す、権利をないがしろにするということになるわけですね。だからこそ許されるものではない。皆さんもおそらく聞いたことがあるでしょう。とても、なんて言いますか、微笑ましいと言いますか、深いエピソードがありますね。ある若者がイスラムに入信しました。そこで、預言者ムハンマ様のもとにやってきて、アレッサラとしたら、ムスリムになりましたと。でも、アンダーの使徒よ、ただ一つ、勧誘だけは、見逃してやってくださいと。それだけは私、やめられません。やめられません。そうしたところ、預言者ムハンマ様は何と言ったか。あなたのお母さんがそれをすることをあなたは好みますかと。君のお母さんがそのジナーを、その姦淫を犯すことは君は好みますか。いいえ、とんでもありません。他のみんなも